のラジオやらせろ。どうもサンドウィッチマン伊達です。富澤です。さあ始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。始まった。この番組は FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に31局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで、全国どこでもこのラジオを聞くことができます。この番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、 メールアットマーク FM797.co.jp です。よろしくお願いします。お願いします。797は数字であります。うんね、出た。ということですが、はい、もうあれかな、10月も半ばですから、うん、もうプロ野球もなんとなく雰囲気出てきた感じですかね。ちょっとまだ今ね、ずいぶん前の収録になってますが、はい、うん、いやーぶっちぎると思ってたんですけどね、楽天イーグルス今の段階ではね、なかなか。でもほら、なんかこう福山、要するにサブちゃんが復活してきたりとかさ、なんかすごくいい話も多いよね。そうですね、岡島選手がさ、また活躍するとかさ、なんかその辺はさすがなんか二軍の監督やってただけのことはあるなっていう、ね、ミキさんが、使ってくれるっていうのはね、ありますけどね、あと何ですか、結構若手使うね、まあ、今回今年はその7連戦とか、ちょっとこうハードなね、スケジュールだから疲れてきちゃうから、みんな、まあ、全球団そうなんでしょうけど、そこでその2軍で活躍してた人たちをポンと上げて1軍で試すみたいなね、で先発させるとかさ、まあこういう傾向も見られますね。ウッチーが最近ちょっとね、ウッチーがまだ2軍なんだよな、なんかやっぱ年間通して見たいなっていうのはね、見たいけどさ、要するにサードかファーストになるじゃん、そうなるとどうしてもやっぱ鈴木大地選手がもうすこぶる調子いいから、今打率1位じゃないのかな。あ、そう、確か、確か、確かですか、確かね、確かって聞いたことないですけどね。でほらファーストもいいんだけど、やっぱ茂木とか、茂木選手もサード行ったりとかしてるから、小深田がもうほぼショート定位置になってるじゃん。ドラ1であんなに試合出てる人いないですよ、基本的に、ね、で打率もまあまあ残してるし、まあ打つし、そうすると茂木はキャプテンだし、どうしてもね、そうか、ポジションがないのか、ポジションがないんだよね。そうすると鈴木大地選手がファースト行くわけですよ、サード茂木になると、難しいでしょ、そうなると。だからもう本当にだ、もうキャッチャーに戻ればいいんじゃないですか。いやでもそのキャッチャーが今下妻選手が結構出てて、もう先発やったりしてるんだよ、もうそれが嬉しくて、この間ホームラン打ったでしょ、第1号、いいよ下妻。まだでも、キャッチャーだったら、結構疲れるポジションですから。疲れる。ただ今太田がもう 今シーズン絶望ですから。え、怪我？怪我。あ、そう、太田、基本正捕手みたいな感じでなってたけど、で堀内が今入ってきてて、あと今 石原、もうキャッチャーは山ほどいるからね。石原も今一軍上がってるし、あと岡島選手もできるしね、でもまあ出れない、ファーストサードないっていうなったらキャッチャー誰が、ウッチーが練習してウッチー、まあ元々キャッチャーですからね、だからその方が、出れる可能性は高いんだよ。出れる可能性高いのかな。まあ、だからやっぱでかいのは打つけどね。何個かね、やっぱポジションできないと大変でしょうね。ああなってくるとね。外野なんかも人いっぱいでしょ。オコエなんか全然出てない。いや、オコエどうすんだろうな。と吉野もね、この間2軍でも勝利投手になってましたけど、なかなか、昨シーズンほら最終戦でね。楽天生命パークで投げて、喝采浴びてましたけど、今シーズン一軍で行くかなと思ったら、まだ調整してるのかな、ただやっぱ浅村選手、でかいね。すごいよね、どこ行っても調子
落とさず平均的に結果を残すっていうのはやっぱすごいなと思います、ね。ただやっぱ三振も多いよね、やっぱ。まあそこはね、ホームランバッター。もうホームラン狙っていいよってこう言われてるっていうのが、うん、なんか噂ではね。まあ、あのニュースですけど、それ、うん、あのプロ野球ニュースかなんかで言ってましたけど、それで今非常にやりやすいみたいな。うん、で、中田翔選手と争ってるでしょ。うんうん、すげえな、大阪桐蔭っていう話ですけどね。あ、二人ともそうですか。うん、うん、1年違いでね、すごいね。あれ何喋ってんだろうなと思うんだよ。あの日本ハム戦で中田翔選手が一塁でしょ、うん、でフォアボールとかで浅村選手が行くじゃん、うん、それでなんか喋ってんだよ。うーん、で中田翔選手は1個上なんだよね。あ、そうなんだ。そう、実は浅村もっと若い、下なん1個下なあれ何喋ってんだろうなってすげえ思う。でおかわり君もいたりとか、うん、おかわり君も大阪桐蔭でしょ。あれそうなの。そう、すごいな。すごいんだよ何喋ってんだろうってすげえ気になる。今度会ったら聞いてみよう。聞いてみたらいいね。確かに気になる。うん、いや問題はね、あの銀次選手です。銀ちゃん、うん、我々も仲いいです、うん、ちょっとやっぱ出番減ってる、うん、それこそファースト銀次そうね、なんですよ。セカンドかファーストか、うん、セカンドでも、ね、セカンド結構固定で浅村選手、ね、浅村選手が DH でもしばらく出てたんだけど、やっぱ守りからあの人はこうなんとなくこう体作っていくような人なんだよ、タイミングとか。銀ちゃん、あ、浅村、あ、だから DH の時よりも守備ちゃんとついてる時の方が俺は打ってるような気がするんだよね。へえ、うん、まあ、そういうのもあるんだ、守備あるある、うん、ただ打つだけっていうのだとロメロの方がもしかしたらいいのかなっていう、うん、DH だとね。そうだね、銀ちゃんも出番がちょっとね。いや、もうイーグルスの顔ですからね。もうでもそうか、ベテランの域か。もうベテランの域だよ今実は、うん、あのチームがどんどん若返ってるからね、うんうん、でもそんな中この藤田選手がねこう中盤にこう守備固めでサードとか出てくるわけですよ、うん、藤田さん、うん、まあファインプレスするよ。動けるね、すごいね、鉄壁だね、うん、やっぱああいう選手はねずっといてほしいな、うん、本当に。でほら直人さんが引退決めたからね、うん、渡辺直人選手は、うん、でもう今ちょっとコーチとして専任すると。こうもうすでにコーチ兼でしょ。うん、コーチ兼任してたんだけど、もう今ね、今一軍の打撃コーチとして、うん、でそれまで一軍の打撃コーチの専門だった鉄平選手、まあ鉄平コーチが二軍に行って、うんうん、でもあの直人さんで行くみたいな、うん、そしたら鉄平さんの方年下なのね。あ、そうなの。直人選手よりね、うん、直人コーチより、うんうん、なんか面白いよ。まあそうですね、うん、そんなね楽天の話してますけど、はいはいはい、恋に人と書いて恋人さんですかね。あら、魚の恋ね、うん、神奈川から YouTube で楽しく聞かせていただいてます。あざす。ラジオなどに投稿するのは初めてです、うん、興奮しています。なんでだよ、実は先日、うん、宮城岩手を2泊3日で旅行してきました。あら嬉しい。塩釜市場、石巻、平泉などを巡り、帰りのバスまでの時間に楽天の試合を初めて観戦しました。おお、いいね。もともと広島カープファンである私には楽天との接点がなく、うん、そもそも DH 制が嫌いで、はあ、パリーグはあまり相手にしていませんでした。なんでよ、うん、しかし数年前、楽天の監督星野仙一さんが亡くなった時に、うん、YouTube に投稿された追悼動画で、2013年楽天が日本一になる VTR が流れ、はい、少し情が映りました。あら、そして今年のコロナ禍、うん、YouTube でサンドさんの楽天の話を聞くうちに、うん、どんどん楽天に対して興味が深まっていき、いいねいいね、今回の初観戦となりました。ありがとうございます。試合は見事な投手戦、田中選手のホームランだけで終わってしまった試合でしたがボールパークの雰囲気含め非常に楽しく見ることができました、うん、あの日本一から7年、震災からは9年、うん、このコロナを跳ね返す楽天の躍動を期待したいです。なるほど。またぜひ広島と日本シリーズで戦えたら楽しいと思いました。ね、今年はカープが厳しいですが、うん、これからも野球トーク楽しみにしています。なるほど。このラジオ聞いてちょっと。ああ、これは嬉しいね。興味を持ってもらえ。いや、楽天生命パーク行ったことある人分かると思うけど、あの感じっていうのかな、要するにドーム球場とは全く違う感覚、うん、はね、またでも甲子園ともちょっと違う感覚。うん、
うん、本当にあの広島のズムズムスタジアムのようなで、ちょっと似てるよね。うん、ちょっと似てるね、うん、色もまあ系統も似てるからなんでしょうけど、うん、すごくいい球場だなと、うん、昔 の, その宮城球場の時代から知ってる我々からしてみると、本当にここ宮城球場なのっていう、ね、感じです。そうですね、外野芝生でしたからね、生まれ変わりましたよ。おー、うん、いや、いい球場なんです、本当に、うん、で毎年なんか新たな建物ができたりとか、うん、なんかいろいろ企画も考えてるな、あの球団イーグルスはね。まあ子供が行っても楽しいですよね、うん、その周りでいろいろ遊ぶとこもあったり、泊まれるとこがあったり、本当にボールパークだよね、うん、だから日本ハムもね、あの今度あの札幌ではなく、うん、北広島市に、うん、あの球場作るんですけど、やっぱりイーグルスのボールパークのような、うん、作るみたいなこと聞きましたよ、意識してるんですね、観覧車までありますから、ね、うん、まあ楽しいと思いますね。あの観覧車も日仙台ハイランドの観覧車ですからね、うんうん、嬉しいですね。でもこうやっ て, いや嬉しいわ、これ嬉しいな本当に、ね、やっぱりその2013年 の, あの優勝、うん、あのシーン見るとね、もう今でも熱くなるよ。だから何行ってみようかなと思う方はそれを一回見といて来てくれたら、また見方が違うのかなと思いますけどもね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、大塩平八郎さん、はい、伊達くんと水田くん、こんばんは。こんばんは。トールザ5の配信見ましたよ。おー。トールザ4の時にも感じたんですが、うん、画面越しでも感じる温かいライブでした。はい。きっとトールさんの人柄が温かいからですかね。そうですね。トールザ6は配信じゃなくて会場で見たいですね、という。なるほど。配信ね、ね、いろいろ、まあ、初めて僕らも無観客という会場でやりましたけど、あのその徹さんよく考えたなっていうのは、うん、ガラガラの客席を前にして漫才するのではなくて、うん、客席を後ろに、我々の立ち位置の後ろに客席を移して、うん、まあ、要するにそういうセットとしてね、僕らはステージに向かってステージ上で漫才をするっていう、うん、まあ、カメラに向かってっていうね、うん、斬新だよね。だからあのやり方だとね、うん、そんなにだから無観客を意識してテレビっぽく、うんうんうん、できたんで、うん、よかったは良かったですけど、ね、なんか新しいな、うん、あっち側向いちゃうとやっぱりお客いないなとか、そうそうそう、思ってしまうんでね、なんか奥にこう技術さんがいるなとか、ね、うん、いや、あれはいや良かったんじゃないですかね。ね、それが伝わったという。いや、そこのあのね、トールザー5で、うん、友近さんが、うん、あの香西かおりさんの、うん、しるべない道っていう歌を歌ったんですよ。あの二部がカラオケ大会みたいなのだった、ね、うん。芸人のど自慢大会っていうの。うん、すげえな友近さんな。俺もう感動しちゃって。歌手で。あのあとちょっと軽打ち上げみたいなロビーで会った時にずっとその話をしてて、うん、でそもそも友近さん歌うまいっていうのは分かってるけど、うん、あんなに目の前でちゃんと聞いたことはなかった実は。確かに、うん、であの歌いいなっつって、うん、香西かおりさんの、うん、しるべない道、うん、俺家でずっとそれ聞いてたあれすごいいい歌で、なんかやっぱそういうのを聞くとYouTube とかで聞くとさ、それ系統 の, その坂本冬美さんだとか、うん、なんか出てくるんだよね、うん、でまたそういうのを聞くようになって、やっぱ演歌好きだな俺。もうだからそのぐらいの年になって、まあまあそんな お前の場合昔からそんなにね、うん、たまに演歌みたいなの聞いてたりしたけどあ、天城越えとかも好きです、ね、うん、好き好き。しるべない道で合ってっかな親もいる、います、香西かおりさんのしるべない道。要は、しるべ、道しるべのしるべと。そう。道しるべのない道という。そう、しるべない道。そういう歌ある？ありますね。あ、じゃあ。しるべない道でいいんだよね。しるべない道でいいと思う。はい。いいのよ、この歌が。うん。でね、難しいの、この、すごいこの強弱っていうか、うん、高いのと低いのがあって、抑揚がね、それをね見事にね友近さん歌ってるのがすげえなあの人。だからそれは何でしたっけ、あの、うん、水谷千恵、水谷千恵もやりますよね、うん、れあれすげえなあ、うん、ちょっとこう震えたの久々だな、歌目の前で聴いて、うん、うまいな。
ちっちゃい頃からね、そういう大会に飛び入り参加したりして、うん、そうそう、芸人になる前に歌手だったみたいなことしたもんね、うん、なんかまた歌ってほしいなと思ってどっかでね、うん、さあ続いては龍星です、はいはい、9月13日に開催されたグレープカンパニーライブの感想メールを送ったんですが、はい、書き足りなかったのでもう一つ送らせていただきます、はい、僕は本公演を父と見に行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。父はお笑い好きで、僕が幼い頃、うん、よくお笑いライブに連れてってくれました。そんな父を今回は僕が招待する形で参加しました。ああ、よかったね。父とは笑いのツボが似てるので、うん、お笑いライブではよく同じタイミングで笑っています。はい、今回のライブもそうだったんですが、一箇所だけ笑うタイミングが合わない時がありました。うん、それは、ああ、白木さんです。あ、サンバイザーのネタで僕が、このネタどういうことと話するとき、父は爆笑していました。これには僕もびっくりしました、ね、はい。父が笑うということは自分も好きな笑いなのかなと思い、YouTube で他のネタを見たところ、うん、男から女からのネタで爆笑してしまいました。あ、この一件の笑いのツボが遺伝することが証明されました。久しぶりに父と一緒に出かけられてとてもいい思い出ができました。次はサンドさんの単独公演に父と行こうと思います。またメールします。いいね。今いくつぐらいなんだろうね。わかんないです。彼はね。はあ、いいね。親子でこう、ライブ見に行くとか。素敵な関係ですね。本当ですね。で、ああ、白木。白木に関しては、ちょっと、ノーコメントですね。よくわからないんでね。ただ、俺もハマるときハマるんだよね。いや、その、長いこと、何年や、もう20年近いでしょ。20年近くやってますけど、うん、笑ったことなかったですけど、その、うん、僕らも男から女かな、ちょっとね、はい。あれでちょっと爆笑してしまいましたね。初めて笑ったぐらいの感じでしたけど。うん、でも、あのネタでね、ザ・ W 決勝行ったわけでしょ。ああいうの好きだよな、なんかわけわかんないやつ。わけわかんないの好きですよね。ただずっとピンでやってるっていうのは偉いなと思うよ。ピンでなんかできないもんね。すごいよ、度胸が。度胸あるわ。度胸、生放送のそのザ・ W でも度胸あったよ、あいつは。まあ確かにね。普通ガチガチになるけどさ、一人だったら。その辺はやっぱね、経験がものを言うのかな。もうなんかだいぶやってんのに、新ネタみたいな感じで、ジュリーがゼリー食うみたいな。で、ゼリーです。いや、ジュリーですみたいな。クソだなと思ったけどね、あれは。やり始めたりとかして。うん、あれでも、ホットサンドに出た時かな。はいはいはい、東京でやったのに、あれでなんか、咳したらゼリー飛び出したりして。あれ俺吐くぐらい笑ったけど、なんだろうな、意図してない、そうそう、ハプニング笑いね、ああいうのがあいつはこうたまに降りてくるから、そこがね、なんかこう、なんかなんだろうな、頑張れって思うんだけど、ただもうふざけてるからな、安定感ないですね。でなんか将来的になんか MC やりたいとか言い出してるから、もうふざけんなってふざけろっつってね。あ、白木。あ、白木。気になる方はぜひね、調べてみてほしい。ぜひぜひ、ラジオネーム、とんちママさん。はい、先日、富澤さんの息子さんが去り行くエレベーターの女性に向かって、とんずらしやがってたという、ね、ツッコミ入れたお話をされていました。来年小学生になるうちの息子も時々びっくりするようなことを言います、はい、マンションの廊下でモンスターエナジーを手にしていた若い男性に対し、すれ違いざまにこんにちはと元気よく挨拶した方がいいんですが、直後しみじみと、なんかまずそうなの飲んでるねと言い放ちましたそのお兄さんも私も同時に吹いてしまい、私の方は慌ててすいませんと謝りました。その後息子がいない時にそのお兄さんと顔を合わせたんですが、またモンスターエナジーをお持ちでした、そしてなぜかこんにちはではなく、どうもすいませんと言われこっちもいえいえすいませんとなんとなく両者とも半笑いから妙な挨拶を交わすことになりました、子供は思ったことをそのまま口にしてしまいがちなので、コントロールが難しいですよね、優しいお兄さんが相手でよかったです。ちなみに私はレッドブル派ですが、お二人はエナジードリンクなどを飲まれることはありますか。勝手な想像ですが、お二人にはサプリとか栄養ドリンクなどのイメージはなく、やはり丼などちゃんと調理したものを召し上がるイメージしかありません、ね、はいはい、
今度お二人でパフェを召し上がる動画に期待しています、うん、近年まれに見る萌え動画になるに違いありません。ただ健康にはくれぐれもご注意ください。応援しています。あ、僕はたまに飲みますけど、たくさん飲まないな。俺飲まねえなやっぱり、うん、ああいうのほら甘いなんかので脳を刺激するんでしょ、あれきっと。分かんない、そうなの。多分そうなんですね、うん、甘いの飲むと頭が働くからっていうので、うん、なんだ、まあ最近飲むのはあれだね、ブラックコーヒーかお茶かな。うん、疲れたな、元気出したいなときは何飲む？何飲むんだろうな、元気出したいな。栄養ドリンク系全然飲まないもんね。栄養ドリンクはあんま飲まない、あんま好きじゃないな、うん、うん、たまにオルナミン C とか飲むけどね、ぐらいぐらいかな。なん、詰める腕とかを詰める。詰めながら、別に詰めながら元気な、元気どうしようって。元気あるからね、普段から、うん、なんかうまいもん食うとかじゃないやっぱ食う方に行く。やっぱ食う方かな。何食えば元気出るんですか。なんだろうなあ。でも その分甘いので言うとチョコレートとか食べてるタケノコの里がうまいよね。タケノコの砂糖を冷凍かちょっと凍らして、うん、キンキンに冷やして、うん、食ったりする、ね、夜中元気出したりとか、元気出したりとかで食べてすぐ寝るっていう寝てるじゃないツバメ系男子さん、はい、どうも。ひざえもんという膝のサポーターをご存知ですか知らないね日曜の朝4時頃にテレビをつけたらこれが通販番組で紹介されてるんですが、はい、スタジオに U 字工事が出演していたので、うん、この経由で膝悪い富澤さんに渡ってるといいのですか。ひざえもん、ひざえもんちょっと来てない、ちょうどね、お前、僕ひざえもんですから ね知らないです。U 字工事が出てる、 U 字工事いろんなの出てるからな。よしおさん、どうもこんばんは。こんばんは。今年の6月から新しい仕事を始めました。およくある話ですが、職場で好きな人ができました。いいね。その方が伊達さんに似ていて。なんでだよ。最近サンドイッチマンさんの番組をよく見ています。女性の方、女性ですかな。うん、ただ問題があって、はい、私は29歳で好きな人は63、4歳です。いや、なんで俺63、4歳って言ってんだよ、まず。そこすげえな、引っかかるな。それに既婚者で、お孫さんもいます。え？浮気不倫は絶対にしていけない、してはいけないと分かっていますが、うん、好きな気持ちが抑えられないです。何？私は恋愛経験がほぼなく、どうすればいいのかは分からず苦しいです。うん、それに30以上も年の離れた人を好きになったのは初めてで、自分でも訳が分かりません。サンドイッチマンのお二人は好きになった人が既婚者だったり年がすごく離れていたらどうしますか。うまい諦め方とか何かアドバイスください。真剣な真面目なやつです。これは63歳でしょ。29じゃん。この人が29歳で好きな人は63か4。なんかだから30以上上、自分のさ、お父さんみたいな人を好きになるっていうのはあるらしいんだよね。うん、ちょっと雰囲気とかで、もうそっちかな。その、なんていうの、その、ファザコンじゃないけど、ちょっとこう、渋い。まあ、渋いんだろうね、うん。でも俺に似てる人渋くないな、別に。なんだ俺に似てるって。好きになる要素がよくわかんないですけど、その人から入ってサンドイッチマンに来たのかもわかんない。そっち発信なの。その方が伊達さんに似ていて、最近サンドイッチマンさんの番組をよく見て。あ、そうか。もしかしたらそうかもしれない。あ、じゃあなんか俺に連絡くれればいいんですけどね。いや、どうしたらいいんだろうな。30以上上の人、自分らが例えば20歳の時に、20歳の時に50ぐらいの女性、いや、母親より上だろ、そんなの。まあでもこれ決してね、うん、そのお付き合いというか、うん、何か接点ができたとしても決していい結果は待ってないと思うので、あのね、この人におすすめします、うん、漫画を一つ。漫画、はい、黄昏流星群出た。
そういう話の話題が多いの、黄昏流星群って。確かにね、うん、ちょっとそれ見てください必ず。ほう、黄昏流星群、あの広金健二さんのね、黄昏流星群、広金健二だっけ、健二じゃん、広金健二さん、広金健二さんの、黄昏流星群、これを読むと解決する、これ読んでください、これを読んでください、まず、で、そのそれ、それ系の話題が結構あるんですよ、うん、ちょっとこう好きになっちゃった人が年上だったりとか、ものすごい年上とか、で、既婚だとか、うん、そういう話題なんで、うん、ぜひね、それ読んで、そういう結末も、いい結末だったり、ダメな結末もあるんですよ、うん、その漫画は、うん。非常に面白いんで、俺は読んでるんですけど、うん、ちょっとそれ見て考え、新たにしてください。これよくね、コンビニに売ってる漫画のとこにはもうあったりしますけど、うん、そうそうそう、普通に一巻からとかも、うん、もう今60何冊出てんじゃないの、これはあれですか、コンプリートした方がいいですか、これコンプリートしてください、はい、60何冊、60何冊見てもらったら古本屋に持ってると、なんとなく、うん、ちょっと見えるものがあるんじゃないか、黄昏流星群めちゃくちゃ面白いですからね、実は、うん、見ていただきたい。まあでも好きになっちゃったものはしょうがないっていう言葉もありますから、うんうん、だからそれはずっとこう憧れでいるのか、うん、ちょっとこう気持ち伝えることも別にしてもいいと思うんですよ。ただだからどうこうなりたいわけじゃないですけど、好きになっちゃったんで、うん、ちょっと言わせてくださいと、こっちのケリをつけるためにっていう、うん、そういうのでもありなのかな。それでまあ一緒にご飯行くぐらい別にいいじゃん。そんなね、でもその人が相手が誘ってきたらどうする、誘ってくる、わかんない、青いんだぜ、でもわかんないじゃん、そうなんで誘ってくるのが黄昏流星まあまあそれでそんなね、うん、こうなのかなとわかんないけど、かといってよ別に結婚したいと思ってるわけじゃないのかもしれない、ギュッとされたいとか、いやだから多分そういうことなんだ、だから別にいいじゃんそんなの、そうギュッとしてもらえばいいじゃん、でもそれで、うん、ほらダメだ奪いたいみたいな感情が出てきちゃうと、うん、またいい結果になるから、ね、黄昏流星群からそれで奪ってあげく破滅になる、うん、ああパターン、パターンとか、うん、奪ってあげく向こうもうまくいってなくて、実は私に気があったみたいな、うん、それでこうじゃあ二人で生活しようかみたいなパターンもありますから、ちょっとじゃあこれ。これはもう黄昏流星群に任せてください。一回読んでもらって。うん。それでまた。全て解決します。またメールください。うん。気になりますか、ね。うん。必ずメールください。はい。はい。というわけで。ということで、様々な恋愛経験もね、我々豊富ですから、解決しますんで、よろしくお願いします。本読め、作るためじゃん。ね、この番組のメッセージは、mail@fm797.co.jp です。797は数字でございます。うん、ということで、また来週です。さよなら。サンドウィッチマンでした。サンドウィッチマンのラジオやらせろ。